皆さんこんにちは、逆転コーチングの斉藤と桃井です。本日はですね、はい、どうしても青学に行きたい人に向けてですね、受験モデルっていうところをですね、はい、偏差値ごとに分けてご紹介していければと思っています。はい、見てる方の本当に半数以上は結構青学行きたいんだっていう方結構多くないですか、うん、このチャンネル多いですよ、ね、なんでこのチャンネルを 見るとですね、今青学行きたいんだけど実際にどこの大学を他に偏安で受ければいいとか滑り止めで受ければいいっていうのがかなり明確になってくるので、ぜひ最後まで見ていただければなと思います。お願いします。またですね、はい、このような形で難関私立大学に関する受験情報をどんどん発信していきますので、もしまだの人がいたらぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。お願いします。難関私立大学の合格率 82.7%。 長野県の偏差値40の商業高校から明治大学に逆転合格しました。1日単位で計画が立てられていたので、モチベーションを保って志望校まで走り切ることができました。難関私大専門塾逆転コーチング。じゃあ早速、はい、偏差値ごとに分けて、まあ、聞いていこうかなと思うんですけど、そうですね、はい、今日は3つぐらいのパターンに分けようかなと思ってまして、はい、まず河合模試でですね、はい、60から65っていう結構水準の高い方向け、はい、2つ目が、はい、55から60のやや挑戦気味かなという方向け、うんうんうん、はい、で最後にですね、50から55という青学は挑戦するけど、はい、どういうバランスでいいのか分からないという人向けて聞いてみようと思ってます。そうですね、でおそらく今見てる方のボリュームゾーンは最後の50から55のあたりかなとは思うんで、はい、ぜひね、あの最後まで見ていただければなと思います。お願いします。はい、じゃあまず最初にですね、あの今実力倉庫にあるよなっていう偏差値60から65の方向けの受験モデルを紹介します。お願いします。はい、でこちらに関して言うと基本的に青学メインで受けられるのがいいかなと思ってまして、肌感覚ですね、はい、2個受けたら1個受かるかなと思ってます。そうですね、はい、でまあこの学部に関しては見てる方の行きたい学部とかもそれぞれバラバラだと思うので、自分の一番行きたい学部っていうのはメインで受けつつですね、はい、他にまあなんかマーチで併願するとしたら例年ですね、立教大学とか、うん、法政とかそのあたりを併願される方が多いかなっていうような印象、まあ、もちろん明治もいらっしゃるんですが、結構立教とか法政が多いかなっていうような印象になります。マーチで4個5個ぐらいは、うん、この偏差値帯の人は出てもいいよねっていうのは、うん、そうですね、マーチメインでまず受験の戦略を組んだらいいかなと思ってます。なるほど、はい、で続いてですね、滑り止めに近いラインになってくるんですが、はい、今河合模試で60から65を推移してるよっていう方は、うん、正直平成明学ラインですね、うん、この辺りで止まるかなと思ってまして、はい、で例年青学と相性いいとこだと明治学院ですね。そうですね、この辺りは受ける方多かったりだとか、他にはまあ成城とか、うん、あとは東洋大学ですね、この辺りをですね、まあ、ピンポイントで狙ってしっかり滑り止めとして受けるっていうのは一個ありかなとは思ってます。偏差値60だったら、うん、明学とかのラインには8割方受かる印象はありますよね、うん、そうですね、もちろんあの問題相性いいところを受けてほしいんですが 80% を受かるかなと思ってます。ただですね、はい、まあ、この動画見てる方で偏差値今60から65あるんだけど、どうしても浪人できないし、どんだけ体調悪くてもとか、どんだけ調子悪くても確実受かるとか受けたいっていう方は、まあ、できればですね、ニットコマセンの開学部ぐらいまで受けておくと安心してですね、合格が狙えるかなと思ってます。あとやっぱりこのラインの方であれば、うん、共通テストでニットコマセンとか狙うのもおすすめですよね、うん、めちゃくちゃおすすめですね。今このラインに乗ってるって方はかなり受かる確率高いかなと思うので、京都でですね、コスパよくあの滑り止めを抑えるっていう形で受験戦略組んでもらえるといいかなと思ってます。はい、ぜひ参加してください。はい、次にじゃあ偏差値55から60の受験生ですね、はい、うんうん、の方はどのようなバランスで受験していけばいいですか。はい、こちらですね、55から60、まあ、ちょっと幅はもちろん広いんですが、状況によっては青学が実力倉庫になりうるか、挑戦校から実力倉庫になりうるぐらいのラインかなと思ってまして、実力倉庫になりうるの定義としては、例えば全学部とかですね、こう過去問を解いてみて結構過去問の相性いいなとか、うん、いや自分結構経済の過去問の相性がいいなみたいな感じで、問題相性が良ければ実力倉庫になりうるような偏差値ラインかなと思ってます。うん、こういう方ですね、極力本気で青学行きたいなら他のマーチはあまり受けずにですね、うん、まあ、青学に絞って対策された方が合格確率はぐんと上がるかなと思ってまして、はい、ただどうしてもやっぱマーチ以上に行きたいんだって方ですね、まあ、法政とか中央とかですね、自分の相性のいいとこを1個だけ絞って受けられるのがおすすめかなと思ってます。そうですね、はい、ここのラインの方が、うん、明治とか立教まで手出しちゃうと、はい、ちょっと中途半端で終わっちゃう印象はありますもんね。そうですね、
なんで明治と立教っていうのは一旦 NG ですね。なんでできればまあ字の改革部、法政とか中央に一個絞られるっていうのが受験戦略としては賢いかなと思ってます。ありがとうございます。はい。滑り止めとしては、どのあたりを受けていけばいいんですか？はい。まあ、実力走行的な立場にはなってくるんですが、まずは生成名学とか、日東コマセですね。このあたりは大体 50% ぐらいの確率で受かるかなと思ってまして、まあ、2個受けたら1個受かるようなぐらいの確率かなと思ってます。ただ、そこをメインで受けると、最終ちょっと滑り止まらない可能性も出てくるので、最終的な滑り止めとしては、まあ、日東コマセの回と、あとはですね、人大とか、このあたりまでしっかり受けられると、まあ 80% 以上ですね、受かるかなと思ってます。そうですね。はい。まあ、過去問一旦解いていただいて、うん、意外とね、日東コマセ相性悪いですっていう方も、中にはいらっしゃるので、多いですね。はい。はい、1、2校はきちんと過去問を解いた上で合格最低点絶対超えてるわっていうようなことを受けるようには意識してほしいなと思います、はい、うん、ここのラインの方が一番残りの2ヶ月で合否が分かれる頃だと思うので、はい、ぜひ頑張っていただければと思いつつ、はい、じゃ最後にですね、はい、偏差値は50から55という、はい、まあ、マーチ青学とかは挑戦校ですっていう方、この方々はどのようなスタイルで受験すればいいですかね、まあ、見てる方の多分ボリュームゾーンがここになる可能性はあるかなと思ってるんですが、まずですね、青学はもう 1,2 個に絞った方がいいかなと思ってます、うん、で、これはもうやっぱりその絞った分過去問の研究とか過去問にしっかり時間を使えるっていう意味でまずは絞られた方がいいかなっていうところと、他のマーチ もう極力受けない方がいいかなと思ってます。なるほど。なんでもう青山学院に絞ってそこの対策をするんだっていう形でまず取り組んでほしいなと思ってます。で、続いてですね、実力総合校としてはいわゆる日東コマセンのぐらいが大体実力総合になりうるかなと思ってまして、そうですね、日コマを大体ですね 50% ぐらいの確率で受かるかなっていうのが偏差値帯になってます、うん、なんでまあ2個受けたら1個受かるかなぐらいの感覚なので、体調が悪かったりとか問題相性悪かったら正直ここも滑り止まらない可能性が出てくるので少し危険になりますよね、うん、っていうことで、もっと下までは確実にこの偏差値帯の方は受けた方がいいですよね、はい、うん、そうですね。で、最終的にはですね、よく受けられるのが東京であればですね、武蔵野大学とか、うん、あと亜細亜大学とか、まあ桜美林大学ですね、この大学ぐらいまでですね、受けると、まあ、確実に合格はもらえるので、うん、安心できるラインかなとは思ってます。やっぱり一つ合格を持ってると、うん、安心感が違うと思うので、はい、ぜひこのあたりはね、見ていただければと思いますね。はい。ただですね、この動画見てる方でどうしても青学行きたいんやっていう方が絶対多いと思うんですね、はいはい、で、全然こっからまだ正直受かる確率があるので、今50から55の方でもね、狙えるチャンスあるって言ったところで、最後にですね、そういう方におすすめの学部を数個ですね、紹介できればなと思ってます。お願いします。はい、まずですね、全学部入試ですね、うん、これは絶対受けてほしいなと思ってます。どの学部がおすすめですか？はい、そうですね、もうどうしても青学行きたいならコミュニティ人間科学部。なるほど。何か理由とかはありますか？そうですね、やっぱり例年の合格ボーダー見てると合格難易度に毎年ブレがなくですね、水準が高くなくですね、推移しているので、今偏差値50から55の方でもですね、はい、十分逆転合格が狙える学部の一つかなと思ってまして。そうですね、はい、国語が当日ハマったりしたら、はい、全然ワンチャンあるっていう。そうですね。で、最後に C っていうのをもう一個だけ挙げるとすれば、青山学院大学のですね、フランス文学部の個別 A 方式ですね。こちらは、まあ、ギリ受かりやすいかなと思ってまして、そうですね。昨年のですね、逆転コーチングの生徒さんで、うん、ちょっとこの子青学、今の前で厳しいかもな、みたいな生徒さんに、うん、まあ、この物部ですね、紹介したら見事に受かってましたので、はい、やっぱここはあまり動画では大々的に公開をしたくなかったんですが、穴場になるかなと思ってます。まあ、受ける価値はあると思うので、はい、お願いします。で、まあ、この動画見てる方でね、残り期間どうすれば青学受かるのか分かんないとか、まあ、逆に内緒ですね、高1高2生でここから青山学院目指して勉強していくんだっていう方はですね、動画の概要欄の方にですね、公式 LINE ございまして、こちらで無料コーチングっていうのを行ってますので、ぜひお気軽にご相談いただければなと思います。お待ちしてます。はい、それでは本日はこちらで以上とさせていただきます。ありがとうございました。
斉藤先生、はい、逆転コーチングって何ですか？逆転コーチングはですね、はい、オンラインの塾でして3つ最大の特徴があります。なんと1つ目、はい、日本初必ずあなたの志望校に合格したコーチが担当につく。こんなことしてくださるんですか？それがね、2つ目の特徴につながってくるんですけれども、はい、オンラインなので、はい、全国どこでも受講することができるんですよ。自分今福岡に住んでて、はい、早稲田に行きたいんですけど、早稲田の先生教えてくれるんですか？はい、おっしゃる通りです。近くに早稲田の先生いないでしょ？全くいないです。そうなんですよ、はい、なんですけれども、オンラインなのでどこに住んでても早稲田の先生が担当につきます。めちゃくちゃいいですね。めちゃめちゃいいんですよ。3つ目ですね、はい、独自の大学ごとの参考書ルートというものがありまして、はい、そちらのカリキュラムにのっとって、毎日何の参考書をどれだければいいかを徹底的に管理します。今早稲田行きたくて何すればいいのか分かってなかったので、はい、ぜひ管理してほしいです。もう任せてください、はい、多分一人だとね、何をやればいいのかとか、はい、どれくらいやればいいのか分かんないじゃないですか、はい、もう全部全科目管理するので任せていただければと思います。入会したいです。お待ちしてます。それでは皆さん、概要欄の公式LINEの方をご追加お願いします。お待ちしてます。